ケースぶち込みます。やばいっしょこれ。はい、ということで今回は推し活をするオタクの一日ということで皆さんにお送りさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、先ほどね紹介した通り、はい、こんな感じでチェキもね取ってきて充実した一日でした。やっぱりね推し活はね元気をもらえますから、僕もね本当こうやって皆さんにね発信してる立場ですけど、やっぱ推し活をすることでね、やっぱりね、こうやって見せる職業っていうのはね、こうあらねばいけないなっていう、なんかこう、パワーをもらいましたね。僕の場合はね、最近は地下アイドルさんを、まあいろんな方々をさせていただいてるんですけれども、まあ何でもいいと思います。YouTuber でもいいですし、まあアニメでもいいんですけど、やっぱりね、推し活最近ほんと流行ってると思うので、まだ推しいないよっていう人はぜひ自分の推しを見つけて推してみてください。ね、きっと人生ね、充実するかなっていうふうに思いますし、その人のために頑張る、その人に会うために頑張るみたいなのってね、すごくね、モチベにつながるので、皆さんぜひやってみてください。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをしていただけたら嬉しいです。TikTok、Instagram もやっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。Instagram の方は、リアカの方と、オタク専用アカウントの方で分けておりますので、まあ、よければ両方フォローしていただけたら嬉しいです。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。